が今日はオフィシャルヒゲダンリズムのプリテンダーという曲の、冒頭の部分を極力簡単に誰にもできるように解説しますのでよろしくお願いします。はい、それでは解説していきます。原曲は半音下げチューニングというちょっと難しそうなチューニングなんですけれども、それちょっと置いておいて、カポタストっていうのをつけるとすごい簡単なので、これで今日はやっていきます。カポを1フレットにまずつけます。カポをつけると、カポをつけた次のフレットが1フレットっていう数え方をします。1、2、3、4。でまず2弦を弾いてみましょう。2弦これだけですね。そしたら3弦の2フレットを弾いてください。これだけです。で2フレットを弾いたら、ピックでも弾かずに左手だけでこういう風に引っ掛けて音を出す弾き方があるんですね。2弦弾く、3弦の2フレット引っ掛ける、そしたら2弦の3フレットを弾いてください。2弦引っ掛ける3フレット、はい、次いきます。次は3弦を弾きます。そしたら3弦弾いたら、3弦の2フレットをハンマリングって言って、あの叩きつけます。これピックでは弾いてません。叩くだけ、これだけですね。そしたらもう一回それをやります。そのタラタラ、そしたら2弦を弾いてください。2弦弾いてます。はい、まとめますね。ここまで2弦3弦の2フレット、プリング2弦の3フレット、そしたら3弦を弾いて2フレットをハンマリング、もう1回2弦で3弦の2フレットを弾きます。でまたプリングします。で4弦の2フレットで3弦を弾いてください。ゆっくり弾きますね。もう一回いきます。もっと遅く弾いてみます。以上になります。参考になった方はよろしければグッドボタン、チャンネル登録などお願いします。